はい、どうも皆さん、こんにちは、ビザです。今日は、ザリアルじゃなくて、ベリアルじゃなくて、ザリリャオーとミラオル引くまで終われませんということで、逆に言うと、ザリオル。ミラオルとザーリリャオーがマジでフュージョンしちゃうんだけど、俺の中でフュージョンはーしちゃうんだけど、まあ、ミラオル&ザーリリャオー引くまでやっていきたいと思ってます。まあ、あれだな、水属性のキャラクターということで今回の古戦場で使うかもしれないということで、まあ、僕はちょっと、一応引いておきたいなっていうところで回していきたいと思います。ただ、出次第退却します。そこをちょっと譲らないようにしようと思う、出たら逃げで、出るまで回す。はい。という感じでございます。できれば100連以内に出てくれると嬉しいなと思ってます。それじゃあ、まあ、早速回しながら行きましょう。で、僕実はですね、1月1日からグラブルのガチャをですね、チケットと、報奨石を全く使わずに、実は生きてるんですけれども、実は見てください、これ。10連チケットが7枚、報奨石が6万個、で、単発チケットが127枚ということで、まあ、300連できるようになってますね。なので、まあ、一応4月の時点で天井できるようになっていたということをここに記させていただきたいと思います。それじゃあ早速一発開幕の開幕の試合で始めますか。戦うぞ。 OK。 グランデフェスだからな。というかこのタイミングのグランデフェスってなかなか珍しくないですか。言うてグランデフェスってさ、というか古戦場のタイミングが珍しいのかな。なんかあれだよね。お、初虹、これで気持ちいい。おー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 、まあ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 、2個出たのは嬉しいところ。ブルースフィアが出るとマジできついんだよね。ブルースフィアが出ると心が苦しくなってしまうので。おー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 、まあでもこれはいい武器ですね。これまだ持ってない、数が少なかったんで、あ、先生の暗示なんだ。ワンチャンあるな。いつかな。よし。ということなんで、まあ、ブルースフィア以外であればいい。嬉しいなーって個人的に思うのは、あれですね。嬉しいなと個人的に思うのは、ガリレオサイトなんですけれども。いや、どうなるかなー、ミラオル&ザリレオ。使うのか正直なんかわかんないけど、やっぱニアビ魅力的だよね。触ってみたいっていう欲がやっぱりある。個人的には。お？あー、あ、お、来た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 。これ撤退チャンス、撤退チャンス。いくよ。1連目。はい。お、来た！ガリレオサイト来た。もっと欲しい。ガリレオサイトね、今これ、素体2本なんだよね。4凸1本、素体2本なんで、ダマスカス6個使えば、ガリレオ3本、滞在請求1本っていう。まあ、なんか今なんかすごい流行ってる気がするわ。ガリレオ3プラス滞在1本。火力求めるんだったらそっちらしくて。ちょっと俺もね、俺今までそれ結構バカにしてたんだけど、まあ、ちょっとガリレオサイト、考えちゃってますね。はい。はい。じゃあ行きましょうか。行くよ。ミラル&ザリレオで。はい、来た。あ、これヘリアだ。これヘリアだ。あー、鉄槍傭兵団の総領。そうか。まあ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 。これからもよろしくお願いしますね。ちょっとルシエ HL で試してみたいんだよな、ヘリア。まあそこら辺はちょっと生放送したりするかもしれません。まあ至極の指輪1個は嬉しいね。まあ水百合古戦場のキャラクターに使うかもしれないので、まあ至極の指輪目当てと言っても過言ではないでしょう。で、さっき言ったようにガリレオサイトがたくさん欲しいから、まあここでボロボロガリレオサイト回せる。いや、現実金消費してんだけど。現実金使ってんだけどさ、ちょっとなんか回す、おい、これなんだよこの召喚石は。おかしいだろ。現実金を回してんだけど、まだ回せるなってちょっと思っちゃった自分が苦しくなっていく。お、黒竜のアギト。これヒジークかな。ヒジークの武器って何なの。鉱人費用か。そう。ミラルとザーリリャオーの解放武器見ました。鉱人費用イクシードウォーターなんですよ。そう。あれと同じなんだよね。名前なんだっけ。ゴッドフリートと。ゴッドフリートと同じで弓武器なんだよな。まあ、弓武器であるっていうところのメリットが、まあ、どこにあるかというと、またちょっと難しい話はあるけど、一応滞在請求が弓なんだよね。三層女神。これも武器解放スキル結構悪くなかった気がする。後陣中、守護中。四突したらなんか強くなりそうな匂いがしなくもない。この後陣中、守護中という布陣ですね。はい。まあ、剣種がついてるからな。もともと風属性は。あれが。インドラリムが。だから守護とかはなんか割といいような気がしてるんですけど。まあただ守護で見ると、あれがあるからな。リユニオンがあるから。まあ第3スキルがちょっと特徴的だったら、三層女神は面白いかなと思ってます。やべえ、もう話すことなくなったな。虹出ねえかな、ゴリゴリ。やべえ、もうでも、130連いっちゃった。130連いっちゃった。早いな。このゲーム早いな。あ、うし、来た。
最後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 、おお、ああ、ガリレオ頼む。ブルースフィアだけはやめて。お、プロエリウム、これあれだね、スツルムですね。水スツルム、水スツルムもさ、まさかまさか90ヘルで使うことになるとはなって個人的な意見だったけど、なんかもうちょっと、お、ゴリラだ、次の古戦場で使うかもしれない、ゴリラ。お、来た、ゴッドフリート。まあ、無凸1本ですね、今。もう4凸1本持ってて、これが無凸素体になります。まあ、ゴッドフリートの方が、いや、どうなんだろう、弓と剣ってどっち捨てたかいんだろうな。まあ、でも剣だったら、水って剣得意の奥義キャラクター、さっき言ったように、それこそ水スツルムも剣得意だし、まあ、得意武器補正、クリュサオルとかも考えると、得意武器補正で言うとね、剣、どうなんだろう。あの 弓よりも剣の方が良さそうな気がしますけどね。剣豪は弓得意なんですよ。だから剣豪弓得意ってことを考えると、剣豪想定だったら、あのイクシードウォーターある弓の方が一応火力が高くなるんですが、っていうのが現状の。あー、最後来ないね、マジで来ねえな、頼む、ブルースフィア以外は。あー、あ、嬉しいじゃん。これあの火のジークフリートの武器かと思ったわ。あー、火のジークフリートの武器かかーと思ったけど、これ当たり武器や。メタルデストロイヤー。ダメ上限アップですね。そうだよな。次が非有利古戦場だから、ワンチャンメタルデストロイヤーはありがたいっすね。アルセーヌ。あ、土。アルセーヌはね、もう4凸1本持って、ああ、今月のコインか。10万円を超えてる。え、ちょっと待って、あと100連ぐらいしか回せないんだが。悲しいな。おー、二次1個。まあ、悪くないね、二次率。結構に、出てしまった。まるで今、尻からブルースフィアを切り出したかのような声を出してしまいました。苦悶にまみれた声を。あー、出ちゃったーみたいな。でかい息子が出た音がしてしまった。大変失礼いたしました。尻から排出してしまいました、ブルースフィアを。うん。で、あと何連よ。あと70連。いくぞ。いや、ちょっとミラオル&ザリオ、ここまで来たら最後まで行ってもいいわ。ここまで来たら最後まで行ってもいい。なんなら。いや、そうだよな。でも今回でも使わなかったらどうしようかな、ミラブル&ザリリアを。でも TA 書くってことはさ、追撃キャラクターというか、あのカリオストロと相性良さそうですけどね。お、今のロードなんか怪しくない？なんか結構今ロードしたんじゃないかなって思ってんだけど。あー、でも結構後の方だな。9本。まあ8本だったら新キャラだったけど、9本だったらさすがにないね。はい、ポン。危険食らう。そうですね。これ4凸でも防御アップだからさ。え、でも5凸とか来んのかな？俺やっぱ、おー、来た！最後の虹来たよ。いや、これだってもうテトリス来てるし、完全に T スピンでしょ、これ。ガクンで。でんでれれん、T スピンシングルでしょ、これ。こっからこうぐるっと回して。いくぞ。はい。あ！ミカエルはいいんじゃないの？俺ミカエルは、俺ミカエルはもしかして、これ当たりな説がないか？ミカエル、俺なんか次の非有利古戦場に備えてガチャ回してるな。俺これ次の非有利古戦場に備えてガチャ回してるかもしれん。そうだよね。ミカエル3凸になった、これ。よっと！これはいいね。これはいい当たりだ。ラッキー。なんか気持ちよくなれるな。今日のガチャはなんか数はめちゃくちゃ多いぞっていう感じじゃないような気がするけど、なんか当たり、え、ちょっともう280連だけど。もう280連だが、いいのか俺は。これで出たらどうする。これで出たらどうしようかな。これで出たらガリレオサイクでも取るか。これで出たらガリレオに、あー、出ないかな。はい、ポン。ちょっと待って。俺ブルースフィアさ、俺ブルースフィア4凸3本目を作るためにダマスカス2個使ったのねえ。俺ダマスカスさ2個使ったの。ちょっと待ってよ。俺のダマスカスは、未来への、この、その姿になるために、どれほどの制約と制約を、ゴン！やめるんだ！完全にキルアの顔してるわ。軍にいた頃を思い出すわね。二人合わせれば100人力です。頑張りましょう。はい、ということで、新キャラ欲しかったんですけれども、ミラオル&ザリラオ300連まで出なかったけれども、他のやつはかなり当たりだったかな。まあ、ヘリアも出たし、あの天使師のミカエルも出たし、 SSR 武器で言うと あれが出ましたね。リミテッド武器で言うと個人的に欲しかったのが、メタルデストロイヤーはリミテッドじゃないんだけど、まあ、それとガリレオサイトだな。
ガリレオサイトとメタルデストロイヤーが出たから、まあ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 、ただね、メタルデストロイヤーまだね、数が足りてないんで、まあ次の古戦場までに揃うかもしれないけど、多分1本しかないんじゃないかな、メタルデストロイヤー。まあ、使うのかどうかってのもあるけどね。うん、あーでも出たか。まあでも肉集めの時点で使ってたからな。そうなんですよ、ブルースフィアは肉集めの時点で使ってたから、まあ損か損じゃないかで言うとよくわかんねえけどな、よくわかんねえけど、まあでもぶっちゃけ俺が今やってるお肉集めの編成はブルースフィアがないとできなかった編成ではあったので、あのアルタイル3アビーチポチね、そう考えるとまあいや損だろ普通にいや普通に損だろ、助けてくれブルースフィア、ちょっとダマスカス返して、運営さんにちょっと メッセージ送るかもしれない、すいません、あのブルースフィアを、あのブルースフィア戻してもらえませんかねっつって拒否られそう。ということで、まあ、今回の300連ガチャでございました。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。マジで返してくんないかな。